I've got the time to show my love what it's all about. Feeling up, feeling down below the laser guns. もじゃとるもん、このサバサキです。ちょっと今喉が寝てるので小さい声で喋ります。今日本も外出自粛とかが増えてきて、おうち時間が増えてる方が多いかと思うんですけど、フランスもまだまだ外出禁止令は解けてません。今結構 SNS とかで見てると、あ、今日何しよう、なんかもうやることねえよって言ってる人が結構いて、びっくりしてます。なので今日はその私が教えるおうちでやってとってもとっても楽しいことを紹介したいと思います。正直私今何やってんだろうって考えた時に、まあ、基本的にはののお世話っていうか、まあののと遊んでることが多いんですけど、ののと遊んでるのもね、最近アンパンマンミュージアムのショーを YouTube で検索して、サンサン体操を一緒に全力で踊るっていうのをやってたり、あとはミッキーのジャンボリーミッキーっていうのをまた検索して、それもまた一緒に全力で踊るっていうことをやってます。で、今回私がおすすめするお家での過ごし方が、まずは読書。私本を読むのがすっごく好きで、でも最近は結構その時間があんまり取れないので、ゆっくり読むっていうことができないので、前に読んだ結構まあ古い本の紹介にはなっちゃうんですけど、まあ、今ネットの iBook とかでも購入ができるので、もしよかったら電子書籍で買って読んでみてください。それではアレオンコモス、レッツゴー。私がよく読むジャンルは自己啓発本、ビジネス本、そしてフランス語や英語を勉強できる教材を読むことが多いです。気分が落ち込んだ時には自己啓発本を、少し頭を使いたいなという時はビジネス本や語学の教材を読むことが多いです。もちろん漫画も読んでます。漫画はほとんど電子書籍で購入しているので、かさばらなくてとってもいいです。2つ目はさっきも言ったけど、ののと全力で遊ぶこと。踊ったり、ゲームをしたり、本を読んだり、お絵かきをしたり、いつもはすぐに怒っちゃうようないたずらもじーっと観察してみたりしてます。すごく真剣にやってることが多くて、彼女なりにいろいろ考えてるみたい。トラと一緒の時は少し遠目から観察するのがいいのかな。3つ目はテンションの上がるものを食べる。この際太るとかは一切気にしない。美味しいもの食べてテンション上げて一日乗り切れば、あー今日も頑張ったって自分を褒めて終わり。4つ目は離れて暮らす家族とテレビ電話をすること。私は以前留学していたこともあって、テレビ電話は結構日常的にずっと使ってた。もちろんこっちでも家族の行き来があまり頻繁にはできないので、こっちにいるセドの家族ともビデオ電話を使ってます。私的におすすめなのは5つ目、昔の手帳を読み返すこと。昔の手帳やブログなんかを読み返してると、ああ、昔はこんなことを思ってたんだとか、今と変わんないなっていう発見がいっぱいあって好き。みんなももし何か残してるものがあったら、ぜひ振り返ってみてね。その他にも YouTube で新しい言語を学んでみたり、英語や中国語、フランス語の YouTube チャンネルを見たりするのもおすすめです。まだまだ終わりの見えない生活が続くけど、一緒におうちライフをエンジョイしましょう。この動画もしためになったと思ったら、ぜひいいねボタンを押してください。いいねしてんの。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント、バイバイ。